皆さんこんにちは、小場です。栗崎です。ゆきです。健太です。ということで、まあ、今回もクイズ企画やっていきたいと思います。はい、今回は、まあ、歴史上の人物に関するクイズです。お、教養が試されるということで。そうですね。はい、まあ、理系理系文系、はい、勝ちました。はい、勝った。そうですね。まあ、ただ、今回の問題は、まあ、先に言っておくと非常に簡単です。もう、この前のようにさ、樋口一葉、木口一葉って書くような難しさはない。それはあります。いや、だって、オケはやばいじゃん。樋口一葉がオケになってます。まあ、非常に簡単なので、はい、まあ、取りこぼさないように頑張ってください。はい、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 挑戦やります。はい、では、いきます。はい、はい、早速、第1問目、問題。大学設立者として有名な方です。日本細菌学の父と呼ばれています。誰だ。ペスト菌を発見したことで非常に有名です。書けねえな、同じそれか。本日問題が全て簡単なので、全て漢字で書いてください。はい、大学の始祖。もう一度読みます。大学設立者として有名です。はい、大学を日本細菌学の父と呼ばれています。はい、誰だ細菌って。ペスト菌を発見しました。はい、あれ、あの人かな。漢字がほぼ分からん。これも漢字めちゃくちゃ怪しい。いや、絶対に違う。ではどうぞ。あれ、北里柴三郎か。はい、野口英世だと思った。いや、感じじゃない。野口英世はまず×ですね。はい、すいません。はい、北里柴三郎なんですが、まず、伊藤さんは×です。はい。お、はい、栗崎さん、それ紫ですよね。いや、これは柴。いや、紫です、ね、これは紫ですね。はい、全員0点です。全員0点です。はい。続いて、はい、問題、第2問目です。こちらも大学設立者として有名な方です。女子教育に尽力した人物でして、6歳の時に岩倉施設さんと共に渡米しております。いや、ちょっともうそれが分かんねえんだよな。人が分かんねえんだよ、やべえ。え、女の人ってことですか。そうですね。え、樋口一葉しか分かんない。分かんねえ。え、ちょ待って、女性で大学を作った。はい、あ、それか。そうか、もうだから大学、あ、そういうことね。さっきと同じってことね。はい、だから、まあ、まず名字は分かるよね。そうですね。え、名字は分かりますね。え、あれ、この人こんな名前じゃなかったっけ。はい、次は当たりたいな。あ、ちょ名前が曖昧。はい、伊藤さんペン止まってますね。はい、じゃ自分の名前書こう。女じゃねえ。はい、はい、それではどうぞ。はい、あ、おはい、津田梅子、津田梅子、ゆうきということで、まあ、津田梅子のお二人が正解です。よっしゃ。いや、だからあれちょっと北里大学で北里柴三郎だから、そう、なんとか大学の人ってことでしょ。そういうことか。そうですね、津田、津田塾大学ね。はい、はい、続いて3問目ですね。はい、福島県猪苗代湖のほとりで誕生した人物です。まあ、これ有名ですね。幼名を政策と言います。まあ、はい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 、裏のエピソードとして借金を繰り返していたというエピソードがありまして、黄熱病の研究に尽力しまして、最終的には黄熱病に感染して亡くなっています。はい、え、わかんない。え、さっき俺が書いた人じゃね。あ、わかんない、ちょっと待って。マジでわかんない。もう一回。いいセンスしてるな。福島県猪苗代湖のほとりで誕生しています。幼名を政策と言いまして、まあ、借金を繰り返していたという、まあ、裏エピソードがございます。黄熱病の研究に尽力し、黄熱病に感染して亡くなっています。え、ちょっと分かんないから、もう一回書いてくれば。意外と僕ら分かってますね。そうだね、意外とね。これ、分かんない。素晴らしいセンスだよ、ケイタ。なんで。いや、はい、わかんないです。はい、それでは答えをどうぞ。はい、野口英世、野口英世、野口英世ということで全員正解です。おい、これ3問目の答え当ててるやん。いや、逆に怖すぎて分かんなかったんだけど。まあまあ、有名な人物しか今日いないので。うん、なんか分かんないんだよな、黄熱、なんか、うん、ごめん、はい、教養がない。いや、はい、それでは、うん、続いての問題に行きたいと思います。はい、
現在の岩手県盛岡市で誕生した人物です、うん、札幌農学校、現在の北海道大学ですね、うん、に2期生として入学しています、うん、最後、超ヒントです、超有名著書、武士道を書いた人物です。おお、いやちょっと、なんだっけ、2期生え、いや、分かるんだけど、あれだ、え、皆さん漢字で書いてくださいね。そうそう、そういうことでしょ。え、カタカナかと思った。カタカナかと思った。カタカナかと俺も思ったけど、あれは創設者ですね。そう、あ、クラーク博士ですかね。そう、クラーク。もうそれしかない。クラーク博士。え、農学部2期生札幌農学校の2期生ですね。漢字が不安。また勇気が出る。はい、はい、それではどうぞ。二戸稲造。はい、二戸稲造ですが、違う、二戸稲造ですね。違いますね。では、扉の戸ですね。あー、ちょっと僕には自信がなかった。傾向はつかめました。今ので外れた。俺の傾向読んでたんだけど外れた。はい、続いて問題いきたいと思います。はい、はい、問題、江戸時代末期の人物です、うん、日本資本主義の父と呼ばれています。うわ、分からん。現在のふざけんなよその人。ない、俺分かるんだけどさ。そこ出すんだね君はね。現在のみずほ銀行をはじめ、まあ多くの企業を設立しています。いや、そうなんだよね。いや、そうなんだよ。いやいや、江戸時代の人。もう一度読みます。江戸時代末期の人物です、うん、日本資本主義の父と呼ばれています、うん、現在のみずほ銀行をはじめ多くの企業を設立しています。あ、皆さん大丈夫ですか。大丈夫ではない。大丈夫ではない。はい、では、答えどうぞ。渋沢栄一。渋沢栄一。分かんなかったっす。みずほ。はい、正解は渋沢栄一です。問題、大学設立者として有名な方です。また同じのばっかやん。緒方洪庵の、まあ、適塾で学んでいます。いや、なんかさ、そのさ、出題が抽象的すんだよ。いっぱいいるだろ、学んでる人は。3つ目、翻訳家としても活躍し、ソサエティを社会、ジャスティスを正義と訳した人物です。あー、それなんかで見たよ。そうだよ、なんだっけな、わかんねえな。全然わからない。書けねえな。え、緒方洪庵はギリわかるけど。いや、いやきついな、マジでわかる。来たジャスティス。あれ、それってこの人じゃね。まあいいや、ちょっとこれでいこう。はい、どうぞ。福沢諭吉、白紙ということで、栗崎さん×ですね。もう分かんねえよ、湯が。湯が分かんねえ、湯が。福沢諭吉は、まあ、小林さんは、まあ、沢は別に多分どちらでもいいので、はい、丸としてます。はい、ありがとうございます。はい、問題、本名を金之助という作家です。東京帝国大学英文学科に入学しています。著書に道草、夢十夜がある作家です。いや、わかるこれ。いや、知ってる。出てこえへん。え、ね、なんか書けよ。え、なんか、これ知ってるんですよ。これ顔もわかるんですよ。どうぞ。え、夏目漱石、夏目漱石、夏目漱石ということで。いや、苦笑い、最初に。いや、さんずいまでは分かりました。分かってるんですか。合ってる。あ、よかった。まあ、ただ一番最初に漢字でと言ってしまっているので申し訳ないですけど。はい、よし。意外と知ってますね。そうだね、意外とね、はい、嬉しいことに。ではラスト8問目。まあ、現在の東京都千代田区で誕生した人物で、はい、作家として活躍し、濁り絵十三夜を記した人物です。肺結核により25歳で亡くなっています。それなんで、え、なんでそれ出すの。
いや、わかるよ、そりゃ。え、なんで出すのそれ。栗崎さん、漢字で書いてください。いや、なんか、じゃあもう覚えてるわ。え？え、何やった人でしたっけ。何やった人作家として活躍し、作家が濁り絵十三夜。作家は無理やな、もう。まあ、いや、一旦これチャレンジだな。はい、では、お願いします。はい、樋口一葉。樋口一葉、樋口一葉ということで、栗崎さん、成長してください。なんで、いや、これ、俺分からなかった、これ、どういうやりか。なんで、遠慮なんですか。ということで、小林さん一人のみ正解です。あ、え、これ合ってる。はい、点2つで OK。そうだよね、はい、点2つ。あ、点2つじゃない、はい、お前、特殊なんだよ。いや、栗崎さん、点何個とかの問題だね。お任せか、点は。というわけで、9問目最終問題に行きたいと思います。はい。本日出した8名の人物、共通点は何でしょう。これは、いけます。共通点、はい、8名の人物の共通点ですね。はい、はい、では全員答えを出してください。はい、ということで大丈夫ですかね、漢字。あ、はい、大丈夫です。ということで、例になってません、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。はい、共通点は、全員今、お札になった人物、もしくは、これからなる予定の人物ということで、はい、まあ、今日のクイズは、まあ、日本の紙幣になる人物をどれだけ知っているかというクイズでした。はい。はい。皆さん何ポイントでしたか。小林さん何ポイントですか。なんか、6か7。6か7。うん、栗崎さん何ポイントですか。5ポイントです。ゆうきさんはもういい。ということで、本日の優勝は小林さんでした。全然嬉しくない。これ落としたってのはまずい。動画的にね。確かにやばいよ、これは。もうちょっと恥ずかしすぎますけど、はい、まあ、やっていきましょう。ということで、また次回クイズやりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。